はい、皆さんこんにちは。靴磨き芸人のスバルの奥野と申します。よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、とうとう見つけてしまいました。さあ、何を見つけたのかというと、こちらチューブ式の靴クリーナーと靴クリームを100均で見つけたんですよね。で、ただですね、以前もですね、チューブ式のクリーム100均で見つけたものをご紹介したことあったんですけれども、これがさらに前のよりすごいんです。何がすごいのかっていうと、これ見てください。株式会社コロンブスって書いてあるんですよ。これすごくないですか。あの一流シューケアメーカーが作った商品が100均で売ってあったんですよ。いや、もうこれ見た瞬間興奮して、もうクリーナーとニュートラルと黒のクリーム全部買っちゃいました。で、この靴クリームなんですけど、売ってた場所はですね、ダイソーではなくですね、自分がこのクリーム買ったのがワッツウィズクキ店ってとこだったんですけれども、まあ、ダイソーにはですね、ちょっとなかなかないかもしれないんですけども、ダイソー以外の100均だったら、もしかしたら売ってるかもしれないので、お近くのですね、100均ある方はぜひぜひこちら探してみてください。はい、ということで、今回はですね、こちらの靴クリーナーで汚れ落としをした後に、こちらの靴クリームを塗っていきたいと思います。で、靴クリームを塗る段階ではですね、実際にこちらコロンブスさんがせっかく出している製品ということなので、ブートブラックのシルバーラインとですね、こちらの100均の靴クリーム塗り比べて、どういった差があるのかっていうのも検証していきたいと思います。それでは早速、やっていきましょう。さあ、ということでケアの方していきましょう。まずはこちらクリーナーで汚れ落としをしていきます。で、こちら先ほどの靴クリーナーを使っていきたいと思います。で、気になるのはその成分なんですけれども、成分がですね、ロウ、油脂、有機溶剤で乳化成クリームと同じ成分になっておりますので、おそらくなんですけれども、この有機溶剤を多めにした乳化成クリームということでですね、有機溶剤で前のクリームを溶かしつつ絡め取っていく、そういうようなクリーナーになっております。なのでですね、有機溶剤がかなり多めに入っているサフィールのレノマットリムーバーとかと比べると、靴にはかなり優しいクリーナーなんじゃないかなというふうに思います。それでは早速汚れを落としていきましょう。中はこんな感じになってますね。コロンブスって書いてあります。このように指に少し取りまして、あ、匂いはですね、そんな有機溶剤臭くはないですね。全然なんか石鹸の香りがしますね。さあ、ということでこのように指に取って汚れ落とししていきます。このようにですね、前のクリームと汚れがしっかりと落ちてくれています。まあ、ただ落とす力に関してはそこまで強くないんじゃないかなというのが正直なところですね。次に靴クリームを塗っていきます。この靴クリームの成分もロウ、油脂、有機溶剤となっておりまして、種類が乳化成となっておりますので、まあ、乳化成クリームとなっておりますね。ブートブラックのシルバーラインも当然のごとく主成分がロウ、油脂、有機溶剤となっておりまして、種類が乳化成となっておりまして、主成分の分類に関してはほぼ同じクリームというふうになっております。それではこちら塗っていきましょう。はい、中はこのようなパッケージになっております。次にブラッシングをしていきます。ちなみにこちらのブラシも100均で買ったものになります。いや、100均ってすごいですね。もう何でも揃う時代ですね、本当に。で、最後にネル生地で拭き上げていきます。はい、それでは100均のクリームで塗り終わりました。さあ、ということで見てください。これかなりいい感じなんじゃないですか。めちゃめちゃツヤ出てますよね。こちら左足がですね、先ほど靴クリーナーで汚れを落としただけのものなんですけれども、それと比べるとですね、全然違いません。これしっかりと油分が補給されてですね、かなり深みのあるツヤが出てきております。これ結構普通にありですね。全然普通の靴クリームとしても使っても大丈夫だと思います。さあ、ということで続きましてですね、次は左足の方を同じコロンブスさんが出しているブートブラックのシルバーラインの靴クリームで塗っていきたいと思います。さあ、ということでどういった差が出るんでしょうか。この100均の靴クリームがですね、思いのほか良かったんで、もうちょっとやる前から比較するの結構楽しみになっております。さあ、それでは早速塗っていきましょう。次にブタケブラシでブラッシングしていきます。
それでは寝る気質で磨き上げていきます。さあ、ということで塗り終わりました。ということで見てください、やっぱりさすがですね、ブートブラックはもう文句なし、しっとりとしっかりと輝いてくれてますね。ということで両者揃いましたところで、ここで比較をしていきたいと思います。さあ、こんな感じに仕上がりました。さあ、いかがでしょうか。こっちが100均のクリームを塗ったもので、こっちが、ブートブラックのシルバーラインのクリームを塗ったものになります。さあ、いかがでしょうか。ぶっちゃけですね、ほとんど変わらないと言っていいと思います。それだけですね、この100均の靴クリームの仕上がりがもうめちゃめちゃ良かったですね。もう思ったの何倍も良かったです。サイドもですね、こんな感じでなっております。反対側はこんな感じですね。もうほぼですね、変わらないと言っていいんじゃないでしょうか。まあ、艶に関して言うと、まあ、さすがと言うべきなんじゃないでしょうか。やっぱりシルバーラインの方が艶はしっかりと出ているような気がします。まあ、ただですね、この100均の靴クリームの方もしっかりしっとりと艶が出てきてくれていますので、全然普段使いで使えるクリームなんじゃないかなというふうに思いました。さあ、こんな感じでございます。あなたはどちらを選ぶでしょうか。さあ、ということでいかがでしたでしょうか。やっぱりさすがコロンブスでございますね。100均の靴クリームといえど全然手を抜いてないですね。もう先に100均の靴クリーム塗ったんですけども、本当にびっくりするぐらいもうしっかりしっとりとですね、もうツヤが出てくれていたので、もう普段使いこれでいいんじゃないかなって思うほどですね、もういい靴クリームになってました。ぜひぜひですね、100均の商品と侮らずにですね、100均で見かけた際は実際に使ってみてですね、ご自身で比較っていうのをしていただけたらと思います。コロンブスさんのですね、やっぱり製品の質の高さっていうものをすごい感じることができると思います。さあ、ということでね、まあ、一口にクリームといえどですね、100均のクリームから、まあ、お高い一人2000円ぐらいするクリームまで、まあ、様々なクリームございますので、ぜひぜひですね、自分に合った靴クリームを探して中継を楽しんでみてはいかがでしょうか。さあ、ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。